です。ポルノの帝王、久保慎二と篠原美香の下町金足地。いいね。始まりましたね。もう一週間経っちゃったんですか。早いな。何ですか今日は。いきなりおいっすって。いやポイント、だって挨拶だからおいっすだよ。イカリア長介か。それはそうとね、はい、なんと久保慎二と篠原美香の缶バッジができました。缶バッジですよ。缶バッジ、缶バッジってこれ、これもっと大きく出せないですかね。はいはい、これはいろんな表情があるからね。そうそう、結構人気あるみたいよ。見てください、これあのね、6じゃない、3、3、3、3、3、3、4、12パターンありまして、これ、ね、3個組で1000円なんですけど、あ、お父さんの方もお願いします ね新宿対応もね、そう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 。ほんで、あの篠原美香バージョンと久保慎二バージョンがありまして、未亡人しくバージョンね。そうそう、あの2つ目こっち側のねやつは、はい、尾崎くんですよ。そうですよ、うん、あのワイズにかぶってますよ、はい、ちょっとこっち側に寄せりゃいいじゃん。そう、尾崎くん、そうそう、そこのね、あれはね、尾崎くんバージョンなんだよね。はい、年取った尾崎くん。今度一回ここでもあのあれで未亡人下宿かけなきゃダメだね。そう、で、これはね、あのあのここの番組ではおなじみの杉立写真家の杉立健一さんという方が作ってくれまして、久保慎二と篠原美香の缶バッジなんか作って誰が喜ぶんだっていうね。それは言えるようだ。だけどこれ買ってくださってる方もいるんですよ。3つで1000円で、あの杉立健一さんのショッピングサイトで売っております。もういろんな作品あるからね、うん、作品だけに限らず。そう、杉立健一さんのショッピングサイトはシュートオアダイと申しまして、そう、これです。この ロゴがすごいです。中東話題、あのこの天使の杉立健一さんがね、こうあのこのロゴのマークの猫みたいな、こういう感じの方ですね。天使の肖像画かと思いましたけど、この凶悪な猫の中東話題というネットショッピングを杉立健一さんが経営しておられまして、そこでね、あの私たちの作品なんかも結構いろいろとね、結構いろいろと、こんな作品他にもあるんです。どうぞどうぞ、次行ってください。はいはい、これね、これあの この番組にも出ていただきました、はい、大吉喜山先生という尺八の先生がいらっしゃるんですけど、その人がベルリンダンシングっていう、そのパーカッショニストの藤川、うん、藤川なんとかさんっていう方と一緒にやってらっしゃる風神雷神っていうユニットがあるんですけど、尺八とパーカッションの共演っていうね、風神雷神っていうユニットの CD、 これ送料無料で2000円まだです。次に行くときは次に行くって言う、だからあの尺八のあの木山先生に、戻して早く、木山先生にさ、尺八のあのね吹き方とかまあいろいろもらったりして、一生懸命ね吹いてんだけどね、いまだに音が出ないという。でこれね、送料無料で2500円になっております。これはすごいね。そう、それでその隣、マスク、立体マスク、周到話題のあの杉立健一さんみたいな猫のね、ロゴマーク入りの立体マスク、かっこいいでしょ。それ1000円で販売しておりますよ。そしてその次、立花屋竹蔵賞、この番組にもゲスト出演してくれましたけど、立花屋竹蔵賞の傑作選、これ4枚組の CD です。で、実況録音って言って、あの寄せでかかったやつをそのまま実況録音って録音してらっしゃる、それが4枚組で4400円、これも売っております。そしてその次、9413CD、これ1000円安っ。9413という素敵なバンドがあるんですけど、そのバンドのアルバムですけど、1000円でなんと売っております。はい、ここで初めて次ですよ。どうぞ次行ってください。はい、そしてこの番組にも出演してくれました小倉浩二さんの CD、小倉浩二さんの CD2 枚、2枚あります。CD1 枚目の CD は小倉浩二さんのシャンソンアルバムが2200円。そしてその隣、歌に生きるっていう、デビュー何周年で作ったんでしたっけこれ、何周年かで作ったアルバム、歌に生きるというアルバム、これも3300円で売っております。そしてその下、源五郎師匠の CD、源五郎師匠のこれは貴重な、大変貴重な CD です。大道芸のあのガマの油売りとか、バナナの叩き売りとか、売り声とかね、いろんな、そういろんな売り声とか、あの大道芸のそのままの公演が入っております。免許改伝というね、これ2750円。
で販売しております。その その隣がフォトエッセイ、この猫の写真集じゃないでしょこれ、あのそうだ知ってるでしょ、この番組ご覧の方なら知ってるかもしれない、植草裕二ってね、はいはい、植草裕二さんのフォトエッセイ私すごい興味あるわ、裕二がどんなフォトエッセイを書いてんのか私まだ見たことないんですけど、このフォトエッセイ私も買おうかな。990円、1000円にすればいいのにね、990円って半端な、いろいろあるけど、これが興味持つ人いるのかね。興味持つ人いるでしょ。いるの。なんてこと言うの。え、いやいや。小倉浩二さんだ。小倉浩二から話しちゃうけど、うん、今度あの7月からやりますからね。7月のね、あの土曜日、はい、うん、ね、第4土曜日、あのここであのやりますからね。そんでその次お願いします。はいはい。でまたね、CD ね、これも源五郎賞のさあさあお立ち会い我慢の油売り。源五郎賞の CD、 こっちはガマの油売りだけしか書いてないんですけど、1320円というお手頃価格で、だって今ね、あの源五郎賞も手元にあんまり持ってないんですって、この CD、ほんであのレコードショップで売ってるわけでもないし、あのこの周到は大でしか買えないですよ、さあさあお立ち会い。そしてその隣が CD、職質ブギー、職質ブギーの CD を売っております。この職質ブギーの CD ももう CD ショップでないですからね。一番興味なんかありそうだ、職質ブギーだなんて。しかももう背景が浅草だし、でこの B 面がおやすみ浅草という名曲、なんか私たち最近歌わないですけど、あのおやすみ浅草まだ覚えてる、あの歌。歌は覚えてねえよ。いい歌なんですよ。いい歌だよ、本当に。そうそうそう、近いうちにまたあのやりましょう、本当に。どっかでね、歌ってね。でそのおやすみ浅草職質ブギー2曲入った CD 1980円で売っております。そしてその次 CD 浅草芸者、すみません、これはねあんまりね、あの私としてはあの押せない CD なんですけど、でも綺麗に飾ってあるじゃないですか、です着飾って、そうそう着飾って ね芸者姿をしております。この浅草芸者っていう歌がですね、私これ何年前ぐらい、結構前なんですよ、5年ぐらい前かな、うん、5年ぐらい前に録音した、もう今自分で聞くのも嫌なほどクソ下手な、クッソ下手な歌で、いい歌ですよ、だっていい歌、曲はいいんですよ。であのこれはあの作詞作曲は違う人なんですけど、アレンジが難波貴弘先生っていう、はいはい、これ初回にゲスト出演してくださって、私たちいつもお世話になってるんですよね。職質ブギっていうのも作ってくださった難波貴弘先生がこの浅草芸者っていう曲をアレンジしてくださってるんで、そう、難波貴弘先生のアレンジによってなんとか素晴らしい歌になりましたけど、難波貴弘先生がアレンジする前はねクソみたいな曲だったんですよ、これ。あの誰とは言いませんけど、青柳っていう変なやつが作詞してて、名前を言うんじゃないの。そう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 、いやだけど俺のイベントでもね、あの浅草芸者、うんうん、歌ないじゃないですか、俺が歌って、そうそう、ね、そう、お嬢はもう踊りの方、もう自分で歌うの嫌なのよ、あのあまりにもあの CD 録音版がもう下手くそすぎて。浅草芸者は江戸の花、いやすんごいこれ、ね、いいよだって興味ある方はね一回買ってどんだけ下手かっていうのを聞いてほしい。いやいやそんなことないよ、もうすんごい下手だから、よくこれかけてあの CD プレイヤー壊れないなって思うぐらい下手なんですよ。いやでもこの着物姿ね、やっぱりどの芸者さんが、うん、あの見ても絶対恥ずかしくないような、もうあの着こなしね全部やってるからもういやもうでも着こなしとかそういうことじゃなくて歌なんで CD だから、その浅草芸者っていう、ま、曲はいいんですけどね、歌が下手な浅草芸者っていうのと、さ B 面がこれはねすごい素晴らしい曲なの、パパと2人でチャチャチャっていうね、あの難波貴弘先生が作詞作曲アレンジ全部難波貴弘先生の手だけによって作られておりますから、浅草芸者なんかより数倍素敵な歌です。でこのパパと二人でチャチャチャっていうのはすごい歌だからね、イベントで歌いましたね、自分で。そうそうそう、素晴らしい歌なんですよ。だからそれが2つ入ってる CD なんです。これは素晴らしいと思うよ。こんだけ下手だ下手だって言ったら興味持ちませんか、どんだけ下手かっていうの1430円出してもいいよっていう方は買ってどんだけ下手かっていうのを聞いてほしい。で一回聞いて、いやこれ下手でもう聞きたくないなと思ったら、もうあのベランダに天井から吊るしてもらって、あのカラスよけかなんかにしてもらって、そういう使い方もできますん でお子様連れはもうあの公園行ってあのブーメラン狩り、そう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 、ロフト用語の CD、 そうそう、それにちょっとあのアダルトな使い方で、お医者さんごっこをするときはあのここにあのつけてねお医者さんごっこ、いたずらごっこね、そういうことにも使っていただけますんで、はい、いろんな使い道ありますんでね、ぜひこれあの聞いていただきたいと思いますね、はい。そしてその隣写真集、東京ロック裁判ですよ、あの素晴らしいイベント、あのロックの
東京ロック裁判っていうのは本当の裁判じゃなくて、ロックのバンドの人たちがいっぱい集まってるあのライブなんです。東京ロック裁判っていう名前のライブがありまして、そこの写真集、激動の写真集がございます。でこれは今、ね、すごくね、ずらせないワイプにかかんないように、いろいろとあれですもんね、今現在やってますから今、ね、結構ロック裁判、そうそう、でこの東京ロック裁判の写真集も2000円で売っております。これ最初から普通こうするよね、ワイプにかかないようにね。で次お願いします。はい、そしてこれ写真集、すいません、篠原美香写真集っていうのをあの出していただいておりまして、杉立健一さんが私8年間にわたって撮ってくださった、いろいろやってますね写真集。そうですよ、8年間ですよ。今も17歳だけど、8年前から17歳なんですからね私、その17歳なのに老けていく17歳っていうのをつぶさに見られる写真集になっております。この写真集お父さんもね出たりね、はい、してあのいろんな他の人も出たりしておりますので、篠原美香写真集よかったら2200円で販売しております。これはいいですよ、中身がね結構あの濃いいろんなね、そうそう、あの風景もあればね、もういろんな、俺立ち読みしてるとこもあるしね、いろんなとこありますよ。そんなので、新宿タイガーの写真も入ってるしね。でその隣、あんたこの世をどう思うという写真集、あのこれはね白黒の写真集なんですけど、杉立健一さんの作品集です。で白黒の写真集なんですけど、あの杉立健一さんが街の風景を撮っているのとか、でその中に人物はあんまり入ってないんですけど、お父さん久保真嗣と私もちょびっと入ってんのよね。はい、これはもうこれね素晴らしいの、これ手に取った人みんな素晴らしいっていうぐらい素敵な写真集です。これも2200円で販売しております。そしてその下が白と黒、これあの杉立健さんが初めて出された写真集じゃない、ね、これは CD ロムになってるんですけど、あの紙のじゃなくて CD 版になっていて、あの画面で再生するような写真集になっております。これも白と黒、あの白黒写真集なんですけど、これももう評判の素晴らしい写真集です。はい、ありがとうございました。これをネットショップで販売しております。結構いろんな商品がたくさんありますね、本当に、これやっぱりね、あのそうそう、ね、やっぱりあのチャンスとかってねあるけどね、あふと思った時にあこれ欲しいなとかさ、そういう時だってあるんですよはい、そう、それでそこに出てワイプに出てるでしょこの QR コード、この QR コードがネットショップシュート話題、ゲストの人が笑っていたよな、あまりにチンプンカップすぎて、なんなんだ本当にもう、あれ分かんないんだけど俺、この QR コードに QR コードリーダーをかざしてもらえばネットショップに飛んでいける、すぐ飛んでいけるっていう、これね、ワイプ消してくれ、いやついたね、これそうそうでございます。そんでこの QR コードであの保存しておいていただければすぐに行けますし、あのネットで分かんない人、杉立健一周到話題って検索してもらえばあのショップに行けます。であのもうキワモノばっかり売ってますので、ぜひとも見るだけでも楽しいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。なんだかもう最初からもう疲れちゃいますね、ネットショッピングの時間はこれで終わりましてで今日のゲストは、お今日のゲストは、はい、私たちおなじみですね、はい、おなじみ岩玄斗さんという方でございます、ね、あのほっそりでした、ほっそりした、今もうほっそりしすぎて大丈夫かな、ちょっと結核なんじゃないかな、なんかあの昔そういえばサラトリウム入ってたらしいんですよでそのほっそりした方なんですけど、ちょっとあの動画有名な CM に出てるんですよ、あの超大企業の有名な製品商品の CM、みんな知ってる CM なんですけど、柔軟剤のね、柔軟剤のレノアっていう CM 知ってるでしょ、それに出てるんです。で動画お願いします。レノアってこんなこと、部屋干し部屋干しよ、何もリビングでしなくても、爽やかなんでだろう、気持ちいい、その秘密はユーカリ消臭配合のレノアプラス、部屋干しの匂いを防いでお部屋まで爽やか、あれあれ大丈夫、お部屋爽やか、ふわっと匂いも防げるレノアプラス、はいはい、これです。まだあの存在してるんですか、どこに出てたか分かった、岩さんが、いや分かんない、あの犬、うん、そう今日犬が来ますあの犬の声をやってるんですよ、声をね、そう声優さん、声優さんで役者なんですけど、なんであれ声でやってるのかね、
大体もう声優さんっていうのはね、うん、もう大体ね、まあ俺も結構いろんな人いるけどね、みんなまずうわいい男だなとかさ、かっこいいなこいつとかってあんまりいないもんだって。でも岩さんはいい男でかっこいいもんね。いや、そうだからね、ほっそりしてるし、あの結核でサナトリウム帰りでね、なんか影のある2枚目なんですよ。そうやって、はい、今ハードルをものすごい上げときましたから、それで今ゲントさん登場してもらいましょう。どうぞ。イエーイ。はい、いらっしゃいませ。お待ちしておりました。ほら、ほっそりしたいい男力道山です。影のあるね、サナトリウムに入ってた。うわ、太いな。ちょっと狭いんですけど、狭いんですけど。すいません、ちょっと温度が、部屋の温度が上がりましたね。はい、岩さん来て急に熱くなりましたけど、大丈夫ですか？すいません。はい、で、今日のゲストは岩玄太さんです。はい、よろしくお願いします。今、サナトリウムで思い出したけど、岩さん、昔まだ2枚目だった時代があるんでしょ？まあ、昔からね、うわ、これですよ。そうそう、あんま変わんないなちょっとこれまだいいです。あ、これはね、うん、2枚目だった時代があって、その2枚目だった時代にね、あるプロダクションに所属してらっしゃった時に、はい、ほらカラオケの、あ、はいはい、カラオケのあれやってんじゃん。そう、カラオケのレーザーにいっぱい出てましたね。そう、カラオケのレーザーディスク、うん、今でもカラオケ行ってつけたら岩さん映ってるんだと流れるんじゃない？流れますね。なんていう曲だったっけ、あれ。あれはね、袴履いてるの、腰肩の宿に西方広志、腰肩の宿、あ、恋文流しだ。恋文流し、誰の曲？ちょっと忘れましたね。恋文流しっていう曲に、あのかっこいい時代の岩さん出てるんです。あれはすごいかっこいいよよく覚えてますね。あの昔の伊豆の踊り子の学生さんみたいな格好してて、うん、あの袴履いて学帽をかぶって、それであの結核なの、そのシチュエーションがで結核、そう、こういう恋文流し CD、 あのジョイサウンドかな、ジョイサウンド行ったらちょっと歌えなくても恋文流しっていうのをかけてみてください。岩玄太さんが細い時の姿で、そう、あと長渕剛のランとかね。あ、ランにも出てるんですか？そうそう、いろいろあるんですよ、カラオケは。私一押しは恋文流しです、絶対あれはもうこの世から抹殺したい。あれ若い時だから芝居がもう臭いの、なんか結核で死ぬ時のあっていうの下手もういろいろやってきたんだね、はい。まあ、CM はもういっぱい、今犬が出てたじゃないですか、E-のトリンドル・レイナちゃんのコマーシャル、あれの左にいるブルドッグみたいな犬も私です。そうなんだ。そうそう、声、いや、声も、声はあれ、声は出さないですね、かぶりもんですね。あ、かぶりもんで、そうそうそう、じゃあ顔出し NG、 顔出し NG のあれはね、でも4クールぐらいやったかな、ずっとずっと僕なんですよ。あ、で、それから次の丹下段平、丹下段平で、レノアの次の E-の次の、キリン滅特後コーラの丹下段平の中に入ってるのも僕なんですよ。あ、そうそう、見た見た見た。でも丹下段平なんだよね、岩玄太って誰もわかんない、うん、そう、あれ声はね、眼力のサバシさんっていう人が、サバシ大輔さんがやってて、中に入ってるのが私なんですよ。体型がちょうど丹下段平っぽい。あ、確かに。それで過去には NHK の大河ドラマにも出てんの、岩さん。あ、出てましたね、年家と松。そう、八須賀小六役です、ね、そう、年家と松っていう大河ドラマの八須賀小六役なんですけど、それはもう完璧に岩さんっていう分かる形でね、うん、そう、あの頃は細かったね。そうそう、そう、あの頃は、まあ、細かったっていうほどでもないけど、ま、今よりだいぶ細かったですで、その八須賀小六役、今年家と松レンタルビデオショップなんかでもレンタルできますので、興味ある方は見てみてくださいちょっと年家と松八須賀小六ね。それで岩さん芸歴も長いでしょ。ないね、本当に、うん、そうですね、美香ちゃんと初めて知り合ったのが、うん、ちょうど今年が20周年ですよ。え、だって17歳なのに20年前から知り合ってるっていう不思議な、これは前世かな、不思議、あ、前世、生まれる前から知り合いですからね。そう、もう20代前半の東京に出てきたばっかりの美香ちゃんを知ってるんですよ、うん、17歳だけど20代前半だった時代もあるんですよ私。そう、大学卒業したてで、そう、広島からやってきて、うんうん、いろんな劇団に出て、しかもアイドルだったね、その頃。まあね、うん、隠したい過去なんですか。そうだったのかな。いや、確かなんか神社かなんかでおみくじを販売するアイドルやってたでし
ね、なんかね、開運娘っていうわけわかんないやつなんですよ。で水着の写真集やばこれもういいのいい、それはもう持ってますか、それはもう封印しますその過去はで、そのもう時代からねやってるんですけど、うん、その私と知り合うよりずっと前からもう役者やってらっしゃって、はいはい、でね、そのともう昔はね、じゃあもうなんかお互いになんかね、よく知ってるみたいな感じで、そうなんですよ昔はね、なんとね、こう見えてもね、天才ボードビリアンと呼ばれておりまして、一人芝居がね、あれで、で、マルセ太郎さんってご存知の方いらっしゃるかもしれないんですけど、ボードビリアン一人芝居やってらっしゃるマルセ太郎さんの、マルセ太郎さんの後を継ぐのはこの人だって一時期すごい話題になったんですよね。いや、俺ファンだったよ、だってマルセ太郎さん、私も大好き。ね、うん、はい。で、マルセ太郎さん、の尊敬しててね、はい、マルセ太郎さんみたいになりたいっていうことで、うん、そう、マルセ太郎さんみたいな独演会を数々やってましたよね。やりました。あのその当時の写真出してください、うん、これね、はい、これ、はい、これこの当時ほら痩せてたでしょ。これの20代前半ですから。20代前半にしては太いでしょ。いや、そんなことないよ。いや、でもね、これはね、あのプラン B っていうところで、うん、寺山修司さんとか田中泯さんがこの設計に携わって企画して作った小屋なんですよ。プラン B ってまだあるんですか？今もまだあります。中野富士見町の方でしたっけ。そうそうそう、地下の劇場で入った瞬間すんごいカビ臭いんだよね、あそこ。カビ臭い、うんうん、もうまさに、うん、もうカビの中で芝居をやるような、もうアングラの極地みたいな劇場なんですよ。でもプラン B といえば知る人ぞ知る、結構その世界では有名な劇場ですよね。そうそう、マルセ太郎さんが月一独演会をここでずっとやってて、 そこにたまたま見に来た A 六輔さんがこれはすごいなっていうんで引っ張っていって、マルセ太郎さんもあなったわけですけどね。でそれで憧れまして、ね、そこにマルセ太郎さんへの気持ちを語って僕に使わせてくださいと言ったのがこれ24の時ですよ。これ24歳の時、はい、24歳の時から一人で独演会を、次お願いします、数々開催しておりました。これ独演会ね、これビルマ憲法ですね。ビルマ憲法、うん、あの今もなおビルマ憲法は、そうです、僕の持ちネタのこの時産声を上げたんですよ。ビルマ憲法同好会っていうネタをやってて、うん、この時相手がいるんですけど、これお客さんです。あ、そうなんだ。飛び入りで参加してもらって戦ってもらったんですよ、うん、ライフワークとしておりますビルマ憲法です。このビルマ憲法が誕生した瞬間のこの写真、はい、貴重ですねこれね。で次お願いします。俺らの本当にもう知らない世界ですよ。ぷよぷよ独演会サウナトレーニング、ぷよぷよ、いや、この時は僕あのぷよぷよだよ。そう、あの渡辺プロダクションってとこに所属してて、芸名がぷよぷよだったんですよ。芸名ぷよぷよだったの、はい、4次元からやってきたピン芸人ぷよぷよっていう、これが一番最初の時かな。ボリューム1ですね。ボリューム1初回の時、そう、前売り1000円とか安い、まあ当時にしたらね、まあ、そんなもんだったかもしれない。ただね、あの毎回新ネタを20本作るわけですよ。うわ、でこれが月1弾で毎月毎月20本は作っていくと限界がすぐ来るんですよね。そりゃそうだ、頭おかしくなるよ、はい、なりました、なったでしょう、うん、で次お願いします。でこれぷよぷよ、そう、毒部ネタが尽きてくるとこういうことをやり始めるんですよね。77キロの妖精、そう、この時体重77キロで、この時もうすでに77キロあったの。そうそう、あら、でこれはもう、ま、眉をっていうか、あれ舞踏っていうんですかね、舞踏を織り交ぜてごまかして、それでぷよぷよ毒部っていうタイトル、妖精です。見てください、あの写真、赤粉一丁で、これお父さんの得意分野の写真じゃない、この赤粉。お父さんもこういう昔、若い時はこういう格好してたんでしょ。やってましたね、本当にね。ホモだから、バラ族系ね。日本で最初にバラ族映画撮った人なんでしょ。そうですよ、もう。いや、でもこれでだったかな、僕もあの取材が入るようになってきて。え、そのバラ族系の人から。そうなんですよ。あ、やっぱりね。で、あの、2丁目に不安ができたんですよね。ああ、もう本当に長く。そうでしょうね。で次お願いします。あ、これだ、これだ。これ、白鳥ラら物語。これ、あの、読んでいくと、なぜかあのホモネタに異様なリアリティが感じられるのが特徴だって書いてるでしょ、真ん中あたり。これニューハーフ、うん、これ確か東京メンズウォーカーって雑誌だったと思うんですけど、で割とお客さんも入るようになって、こうやってちょっと取材が入るようになったんですね、うん、でこれが
こういうふうに本物だといえばユーアゲントだってなってから本当にそっち系の増えたんですよ。独演会も12回目ですよね、この時にね、うん、はい、ボードビリアン、ちゃんとボードビリアン、演劇チックピン芸人で、そしてあの創作活動を自分でネタを作って自分一人でやるんだもんね。そうなんですよね、毎回自分一人で、はい、ネタだとかそれ考えるわけでしょ。考えます。でどんどんぷよぷよになってきた。いや、これは最近なんですよ。最初からぷよぷよっていう名前だったんだよ。いや、痩せてる時にぷよぷよって名前だったんですよね。ぷよぷよだったらよかったのにね。ぷよぷよですか。かわいいですよ、ぷよぷよの方。ぷよぷよだったらね。それであの数々のこの作品を、独演会をね、毎月重ねていきまして、はい、ありがとうございました。そして、はい、その独演会の、やっぱり精神的にきつかったのかな、うん、それがたたって、そう、失踪？失踪じゃないです。引きこもり？引きこもりですね。うつになったんだっけ、その時。そうなんです。ある日突然何もかもこうやりたくなくなって。あ、うつ病だね、それはね。そうそう。それまではずっとやってたんですよ、一生懸命にやってて。で、まあそこそこ、ね、マンションも持つようになって。そう、だってお客さんもいっぱい入ってたんでしょ？いっぱい入りましたね。取材も注目されてね。そう。でもそれは1回目の引きこもりで、パーンと壊れて、で、それで半年ぐらい経って、なんとか復活した時に出会ったのがミカちゃんなんですよ。なるほど。そう。半年引きこもりのその後だったの？そう。った時ちょっと病的だったでしょ？まあ、今も、まあ、病的といえば病的だけど、あの時はすごかった。私初対面の時忘れもしないですけど、あのね、オレンジ色のジャージを着てたの。あの、ある芝居で私出ることになって、その出演者の中に岩さんもいらっしゃったんですけど、稽古場で初めて会うじゃない。で、初めての時顔合わせだから、みんなで自己紹介をするっていう時に、私のね、2つ隣に 1人置いて、その2つ隣に座ってらっしゃったんですけど、黒縁のメガネをかけて、オレンジ色のジャージを着て、そのオレンジ色のジャージのここの胸のところに月の輪って書いてあったんですよ。ほんでタオル首からかけて、あのもう見るからに神経症っていう人いるでしょ。なんか一人で電車の中とかでもいいじゃない、一人でブツ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 言ってるような人、そういう人だったの。やばい人いると思って、マジか。ずっとね、一人でプツ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 って言ってたの。で、みんな普通に、私篠原美香と申します、今回は初めて出演させていただきます、頑張ってやらせていただきますのでよろしくお願いしますとかって言ってたんだけど、一人で、で、岩玄人さんお願いしますって自己紹介になったら、僕引きこもりでうつ病です。そんなこと言ったっけ？言った。いやいやいや、俺のまま言ったわけね。いや、そんな昔からやばかったんですね。でも、ミカちゃんだってあの頃危なかったよ。いや、私は今でもそうですけど、ノーマルですよ、生まれた時からずっと。いや、ものすごい怒ったような顔して、いつも水玉のスカート履いてたんですけど、水玉のミニスカート履いて、そんないつも履いてないわ、そんなの。階段登ってくる時に、もうガン飛ばしてくるんですよ。階段の場所。まあ、あの時若かったからね。だからね、私もね、本当にしょっちゅうそう言われてたの、なんかいつも怒ったみたいな顔してるよとか、なんか怒ってんのってしょっちゅう言われてたから、今、私普通なんだよ、その時怒ってもなんともないの。それだけじゃないの。稽古中に体育座りになって、ずっと一点を見つめて固まるんですよ、ミカちゃんが。そんなんじゃなかったと思う。ものすごい寂しそうな顔して、うわーこの子病んでるわーと思いまして、それで俺と同じだみたいな感じでね。そう、それ同病愛 RM でやめてくださいよ、私病気だから。20年間すごい過去だね。だよ、いや、だけどね、それはね、岩さんに今初めて言われてここで言いますけれども、その当時すごい言われてたの、怒ったみたいにいつも顔してるって。だから、私普通の顔してると怒ってるとか、もう近寄りがたいとか怖い顔って思われるんだと思って、そっからね、今に至るまで勤めて明るく、笑顔であんまり怖い顔しないようにもう無理して笑顔を作って頑張ってるんですよ。普通の顔してると怖いから。本当、24歳ぐらいの時の美香ちゃんは、今17歳ですけど24歳の時があったんですよ。なんか知らないけど、エストロゲンっていうんですか、
なんとかがものすごく体にこうホルモンがこう行き渡ってて、でもう目5秒ぐらい合わせたらこっちが汗びっしょりになるんですよ、緊張して。目力がもう目がいつも濡れてて涙がなんかで。そんなことない、やっぱ病気だったからね。いや岩さんもね、いや本当にね、もううわこんなすっごい怖い人いるんだこれ、ね、ちょっと待ってくださいよ、すごい話じゃねえだけど、うん、岩さんもかなり病気で、あの時あの稽古場って箱馬が2つぐらい積んであったんですよ、そこをねずっとね登ったり降りたり登ったり降りたりしてんの踏み台昇降運動してたんですよ。そうずっとしてんの、脈を取りながらこう、うん、それでその時に毎回着てた服 T シャツがあって、そこはナイトメアビフォアクリスマスっていうののジャックの顔を描いた T シャツを毎日着てたの、はい、ほんで私ある日勇気を出してジャックですよねって言ったら岩さんがうふんってなんかあのすごい困ったみたいな顔してどっか行ったの、うん、で、あ、言っちゃいけなかったんだジャックって言って、あ、ごめん悪かったな、ジャックのこと言って悪かったのかなって思ったら、次の日岩さんが私のとこに来て、ごめんね、あの俺引きこもりでずっとあの世の中から断絶されてたから、ジャックって言われてもナイトメアビフォークリスマスって言われても分かんなかったんだ、そうそうそう調べてきたよ、あのジョニー・ディップの、 あの声やってる有名な映画なんだね、これがジャックなんだねって言ったの。そう、でもう二度とこいつに話しかけるのやめようと思いました、それで。あれ急にあのピタッと距離を取られて寂しいじゃないですかこっちとしては、うん、やっと友達ができたと思ったら、うん、それでしかも広島の方から出てきてるしね、だよ、あやっと友達ができたのにこんなに寂しいって。友達になってないですよ、ジャックだよねって言っただけだから。いやこっちはもうあのドクドクしてたわけですよ、あ、そう、あちょっとこの子僕に何かあるのかなって。あるわけじゃない。で後ろ通るときにこう一回ね匂い嗅いだんだよね俺が。あそうでこう、うん、でね、あのすれ違いざまに岩さんが明らかにってあの吸い込んだの空気を、それもあって私その後もう本番中だったんだけど舞台の袖ですれ違う時に岩さんがで思いっきり匂いを吸い込んだので、その後私もう袖帰ってもう出演者全員にもう岩さんがさ私とすれ違う時すごい匂い嗅ぐんだけど気持ち悪いんだけど気持ち悪いんだけどって言いふらしましたけどね。そうそうそう、だから匂いしたんですか。しました。あ、はい、でもどんな匂い。畳の匂いかな。畳の匂い。なんか畳の匂いって。全然香水とかつけないもんね。まあ、つけない、今もつけないですけどね。そう。そう、それでその岩さんその引きこもり、はい、引きこもりとあの病んだ状態からまた復帰しまして。復活しました。はい。復活しまして今度またなかなかね復帰できないもんですよ。でもあの独演会その頃でもう50回ぐらい、うん、あのプラン B から銀座小劇場とかいろいろ場所を変えてやってたんですよね。うんうん、でパーンとパンクして復帰して、そこから自分でネタが書けなくなってしまって、うんうん、いろんな劇団のお芝居に出るようになったんですよ、うんうんうん、ね、その後また復帰しまして、また今度は一人芝居も絶対やろうっていうことで、はい、はい、次お願いします。でこれそうそうそう海中パラダイス、これ復帰後のあぷよぷよじゃなくなってるもんね。今度岩本博之になってますね。あの本名字がちょっと違うけどね。岩本博之一人芝居、はい、海中パラダイス、そしてその次、はい、あこれだ、これです。燃えよビルマ拳法、復活しましたね。ビルマ拳法があのジャージを見たんでしょ、初めて会った時に。そうこのジャージ、このそうこのジャージ、ここの胸のところに月の輪って書いてあるの、なんか知らないけど、うん、そう今も持ってんのこのジャージ。これね、あのつい最近の引きこもりの時に処分屋がうちに来て、うん、あの処分屋でのマンションを全部荷物を捨てていく人たちね、うん、でこれ持ってかれちゃって、あらそう、はい、なくなったんですよ。でこの燃えよビルマ拳法また復活して、これ今もねライフワークとしてやってらっしゃるんですよね。またやりますね。ね、うん、はい次お願いします。これはこれ何、これあの路上パフォーマンスをずっとやってまして、これこの後井の頭公園にこの飛び込むんですけどね、あの池に、そう浮き輪持ってゴーグルはめてるでしょ、はい、これで趣旨としてはカップルを撲滅してやろうという企画だったんですよ。これ一人でやってるんでしょ。一人でやります、うん、でまあ 5,6 人お客さんがこう後ろついてこう写真とか
撮ってたんですね。当時はこういう普通のこういうカメラで使い捨てカメラとかで映るんですみたいな。路上パフォーマンスはずっとやってて、これもね、あ、写真出してないけどこっちの方が評判になって、これも取材されたことあるんですよ。へえ、これは劇場とかじゃなくて路上でただおかしな行動をしているっていう、はい、あのちょっと間違ったら警察呼ばれるぐらいのやばいやつだったんですね、これね。劇場にねチラシは全部巻いてもらって、どこそこに出没しますと。あ、そういうのか。あの市街劇、一種の市街劇みたいなやつ。市街劇のパイオニアなんですよ、実は。そう、市街劇のパイオニアなんですよ、岩さん。すごいでしょ。で、こんなのもやってました。次お願いします。すごい。そしてこれです。これ師匠ですね、岩さんね。実はね、丹波道場って言って、丹波道場に入ってまして、あのまだハンサムだった時代。丹波道場、あの丹波哲郎さんの弟子だったんですよね。弟子でした、はい。これはの弟子たちに送ってくださった遺言です、うん。あ、一足先に旅立つよ、みんな向こうで待ってるぞ、じゃあな、はい、丹波哲郎。ということはやっぱり丹波道場で丹波哲郎さんにいろいろ教えてもらいましたね。どんな人なんですか、本物の。私たちなんか、あの丹波哲郎さんっていうとね、昔の昭和残響伝とか日本共学伝なんかにもたまに親分の役で出てらっしゃいますし、 あとあのあれ G メン DVD で見たりして、そのイメージしかないですけど、まあ、一言で言うと、他人が自分のことをどう見てるかは全く意に介さない人だったんですよ。へえ、またかっこいいじゃないですか。かっこよかったですね。あのホテルのロビーでいきなりパターをやり始めて、ボールは出してないんですけど、で外人さんたちが椅子に座ったんですね、エキストラで来てた方たち、そこに近寄って行って、パターしか言わないんです。英語はパターしか知らないのかなって。でもうみんなもうびっくりしちゃって、そういうところですね、僕が学んだのは。人が見てても関係ないというね、丹波哲郎ね、で大霊界でしょ、丹波哲郎といえば。私なんか丹波哲郎といえば大霊界っていう世代なんですけど、そういう霊界の宣伝マンとして活動してらっしゃったじゃないですか、昔は。あれね、30年ぐらい前ですよね、大霊界。まあ17歳なんですけど、30年ぐらい前に大霊界っていうのを見たりしてたこともあるんですよ。そう、あの大霊界作ったのが、自分のなんか確か丹波哲郎さんも、引きこもりの、ものすごい引きこもりだったんですよ。そんな時代があった。2年間引きこもって、2年間布団から一切起きなかったと。それは役者になる前ですか。役者になった後です。役者になった後にそんなことやった。そう、あのなんかで干されちゃったんですよね。あ、Gメンとかの後だ。じゃあの前かな。あの前か、あとかな。後だと思うよ、その後だもんね、大霊界って言い出したの。あ、そう、後だね。で引きこもりになって、でもう何にもやる気力がない、もうすごくよくわかるんですけど、もうトイレに行くのも嫌だ、でも裕福な家だったんで、お手伝いさんとかいろいろしてくれるじゃないですか、その時に復帰した時に、もう自分には役者しかもやれることがないと思ってたら、ある人が手を差し伸べてくれたんですね、もう一回やろうよ。でそれは普通の劇団の座長だったんですよ。で、あの丹波哲郎さんが普通の劇団にこう出演されたんですよね。小劇場の。そう、うわー、すごいな。でところがその方が亡くなったんですよ。でその方の死がどうしても受け止められなくて、霊界を探求したっていう、それで大霊界まで作っちゃったんですよ。ものすごいエネルギーですよね。大霊界って、あの守護霊がなんとかかんとかとか、なんかそういうことでしょ、で大霊界っていう映画まで作ったんですよね。僕はもう大霊界終わった後、その終わった年に入ったんで、弟子入りしたんで、はい。そんな前なんだ。30年前ですね。へえ。で、霊界関係の人とも結構あれよね、因縁が深いっていうか。だってあのなんか変なやついたけど、深見投手だっけ。あれ、いたね。あの深見投手にスカウトされたことあるんです。深見投手って知ってる？忘れてください、なんでもないです。あれ、あのなんとか信二じゃなかったかな、あの高橋信二、誰ですかそれ。一人芝居やってて、その、あの啓発、自己啓発セミナーとか、あんまり宗教団体の名前出さない方がいいのかな、あれ、なんていうから、スカウトされて、
あの美鈴学園とかやってるあの教団、 あっちはいいんですよ。あっちは、あ、じゃあ別赤坂の方でなんかこう霊感商法やってたところに、うん、なぜか目をつけられてスカウトされたりしてたんですよね。そう、あのどっかだったっけ、井の頭公園だっけ、なんか公園で会って深見投手に、うん、君はいい、深見投手って言っちゃいけないの、君はいいものを持ってるとか、なあ、あ、10分前になっちゃった、その前にちょっと待ってください、こんな話をしてる場合じゃなくてそうそう、岩玄斗さん一人芝居の最新作、この間撮ったばっかり、撮って出しの最新作がございます。ビデオ出た、あ、それをちょっと出していただきましょう。どうぞ。太いなこれ、何この腹、あのイヤモニしないと聞こえないから、ね、もう今燃えてますからね。これはすごい、これあのシアターゴーでこの間撮ったやつです。あ、太いのしかも印象にないわ。ネタに入る前の準備段階から撮らせていただきます。スタート。面白いから皆さん聞いてください。いや、ユミコ、君が僕を捨ててからもう3ヶ月が経つね。この動画はね、捨てられた男がねちこく未練がましく君を追い回そうとするものではないということをまず最初に言っておこう。いや、むしろこれは君を慰めるものだ。あんなひどい無言らしい冷酷な捨て方をした君が、もし僕に対して少しでも罪悪感を感じているのなら、どうかこの動画を見て安心してほしい。ほら、僕はもう立ち直ってこんなにハッピーだよ。あはははははごめん。どうしたのかな。やっぱり原因は僕が急に太り始めたからかな。だけど君に新しい男ができたのと僕にデブリが入ったのと一体どっちが先なんだろう。5キロ痩せました。動画だから少し太って見えるかもしれないな。なんでやねん。どうでもいいかそんなこと。あ、そうだ、君と二人で飼ってたハムスターのトチ君、元気だよ。毎日ひまわりの種美味しそうに食べてる。俺もハムスターだったらな。トチ君はまだ君がもうこの部屋には永久に帰ってこないってことに気づいてないのかな。気づく前に殺してあげた方がいいのかな。この動画、君の新しい彼氏も一緒に見るのかな。だけどこれだけは言っておく。君がこの先どんな男と付き合おうと、何人の男と恋を重ねようと、あの人だけは違った、あの人だけは特別だった、あの人のことだけは忘れられない、それが僕だ。君もやがては年を取り、結婚して子供を産む、そしてその子供がまた子供を産む、そしておばあちゃんとなった君が自分の孫娘に君の若かりし黄金時代を語るとき、君は僕のことを語るだろう。さよならよ。君のことを忘れて幸せになっておくれ。Here we go!
信を。いや名作名作、これも独演会で昔やってたネタなんでしょ。そう、一回昔やってて、うん、でももうすごい荒削りですね、全然ダメだな。いやでもビデオレターっていうタイトルでね、これももう素晴らしいと思います。またあのぜひちゃんとした舞台でもう一回やってもらいたい、ね。まあ、あと20キロ体重落とさないとダメですね。そうですね、びっくりした、取りすぎだなって感じ。びっくりしました、はい、うん。で、まあ、だんだんあの番組終了5分前になってきましたので、ここで生で一ネタやってもらいたいっていう、あの先週来たじゃない、なんか読んでもないのに、はい、先週来てちょっとやりかかったでしょ。そうそうそう、あのネタ、あのおっぱいがなんとかってやつね、伝説のあのネタ、ね、僕あの日本で初めておっぱいトークを作った人でもあるんですよ。あ、おっぱいトークってのは当時あのおっぱいパブが流行った時に、その時あの芸人の仕事としておっぱいネタを作ってくれないかって、普通にあの風俗営業の店から依頼がマネージャーさん通して来たんですよね。おっぱいネタならお父さんも得意ですけどね。そう、今日手を取りたいね、はい、じゃあの元祖おっぱいネタの久保真嗣の前でちょっとおっぱいネタ一発やってみてください。でもね、一回なんでちょっと滑舌のトレーニングから、はい、おっぱいいっぱいスパチョパスパイパシパスパチョパスパイパスパチパスパチョパスパイパスパチパスパチョパスパチ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 パチパスパチパスパチパスパチ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 パペパロミサラミの乳輪にジャーマンソーセージの乳首、はたまた生きたイロハイモ団子、おでんに例えるならばはんぺんのような生おっぱいがあなたの手のひらに吸い付いては離れません。おっぱいがぼよよ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 。さあ、おっぱいの冬季オリンピックを開催中です。もんどり打つ胸の谷までモブスレー。さあ、F カップのラージヒルでおへそに向かって経典越え。おっぱいがぼよよ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 よ。これはね、8時間ぐらいずっとやりますから。すごい。ね、これ今あの滑舌の稽古って言ってたけど、はい、私あの岩さんと初めて稽古場で会った時、岩さんがあの滑舌の稽古してたの。その滑舌の稽古が衝撃的だったんですけど、あの大陰唇小陰唇大陰唇小陰唇ってずっと滑舌の稽古してて何こいつ本当にもう私この劇団降りると思って何あれ。いやあのやっぱり滑舌なんてもう役者ずっとやるじゃないですか、もう20年30年って、うん、バカバカしくて、もう自分の好きなものじゃないとできないなと思って、あ、俺が一番好きなのはおっぱいとか大陰唇小陰唇だなと思って、それで滑舌の稽古したんですね。大陰唇小陰唇大陰唇小陰唇ってあの衝撃が忘れられなくて、私今でも時々大陰唇小陰唇って言っちゃいそうになるんですよ。あの発声とかするときに。皆さんもぜひいい加減にしてくださいよ。もう そんなことやったら大体の劇団クビになりますから、絶対言わないでくださいよそんなの。それで、ね、あのもう時間もなくなってきましたので、そして今さん告知がございます。7月23日これあのお岩さん、岩玄と、ね、ネオ四ツ谷怪談、岩玄さん、あのコントントンビーボっていう四ツ谷三丁目に、あ、初め新しくできましたね、はい、もうオープンしたんですかね。もう5月の1日からオープンしてます、ライブハウスですね、はい、コントントンビーボっていう天神さんがあの新宿5丁目でやってらっしゃいますコントントンっていうお店があって、そこの店主の方がコントントンビーボっていうライブハウスを立ち上げまして、ね、はい、でオープンしまして、そこで7月23日に岩玄人さん作演出、はい、で、あの篠原美香もちょっとだけ出るっていう、お岩さんですからね。他見てオリンピック始まった時です。あ、はい、そうです、はい、開会日、そうそう、僕の誕生日でもあるんですけどね。そうです、そうです、7月23日、岩さんの誕生日のお祝いも兼ねてぜひ皆さん見にいらしてください。よろしくお願いします。そしてその次、最後のこれお願いします。で、6月27日日曜日恒例となっております一日パパ&ママ新宿シアター GO でまた開催させていただきますので、こちらもぜひぜひご来店ください。よろしくお願いします。6月27日にはもう延長になった緊急事態宣言も解除されてるはずですから ねこの間ね、やった時は結構それなりに盛り上がりましたけどね、楽しかったですね。またあのね、ぜひぜひあのまあいろいろとね、あのやっぱり人に会いたい、人とやっぱり話をしたいっていう時はもうぜひぜひパパ&ママにあの来ていただきたいと思いますね。心のリハビリ、そうで、今現在さんはその1回目の引きこもりから復活して独演会をやって、でつい最近まで2回目の引きこもりを3年間行方不明だったんですよ、はい、私死んだのかなと思ったの、ずっと死ぬつもりでは
いやもうそのあのおっぱい御殿も全部失って、うん、そのおっぱいトークで僕もすごくお金儲けたんですね、うん、でマンション買ったのも全部取られてもう何にもない状態で復活してきました今。そう今2度目の復活をしましてまたねこれからまたどんどんそうですねあのお岩さんにかけてます。はいでまたどんどん頑張ってあと数年したらまた引きこもりに入りますから。なんじゃそら。今この活動期間の間に岩玄と見とかないといつまた引きこもって行方不明になるか分かりませんから今のうちに岩さんの出るいろんなあのほら久保真珠劇場にもいつかはね、はい、ゲスト出演してもらおうと思ってますので、ね、楽しみにします。はい、で今日のゲストは俳優の岩玄斗さん、ボードビリアンであり一人芝居芸人でもあります岩玄斗さん、今から復活して頑張ってください。はい、ありがとうございます。岩玄斗さんでした。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。いやすごい話聞けたよたくさん。俺にはだってない世界だから。いやいやもうあの今日手を